さあ、で揃いました。まずは L 級ガールズ予選1のメンバー、1番の選手から順に紹介をしてまいります。1番が佐賀の山口優衣、2番は大阪成田かなえ、3番栃木土屋樹里、4番が東京飯田芳乃、5番が千葉の石井貴子、6番は地元長崎野口のぞみ、7番が高知の山口夏子。以上の7選手によって第6レース、まもなく発走いたします。さあ、ここは人気上位を押されているのは5番の石井貴子中心人気となっています。発送します。さあ、今号砲鳴って一つ目のガールズ予選1位第6レース発走いたします。さあ、まずは3番車、6番車、3番の土屋樹里、そして6番の地元の野口、前を取りに行きましたが、ここはインコースから3番の土屋というところ。さあ、6番の野口はここは少し引いていく格好です。さあ、現在1番の山口が2番手の位置に入っています。その後ろ、今3番手には2番の成田かなえです。成田も前々回の青森最終日は3半まくりが決まって最終日1着で締めています。その後からは今日人気の5番の石井、まくり主体に自在性の攻めがあります。さあ、前回は松戸戦未勝利ながら3日間3着に3着以内に入っています。2日目3日目は2着2着、最終日の2着はホーム先行しての2着でした。その5番の石井の後ろには4番の飯田芳乃です。さらには7番の山口夏子、最後方は6番地元の野口。さあ、地元6番の野口も前回弥彦戦では決勝進出、決勝2着まで勝ち上がっています。準決勝では見事なまくりが決まっています。さあ、一本の体勢となりました。3番1番2番5番4番7番6番の順で体勢固まっています。さあ、まもなく残り2周というところ、正面に戻ってまいります。赤番ケージを通過して第1コーナー、後方動きは1番後ろから6番の野口が動きます。6番野口が動こうというところ、1人2人とまずはかわして前へと上がっていきます。さあ、中心の5番の石井の後ろをめぐって6番の野口が取りに行ったか。さあ、ジャンが入っています。先行体制3番の土屋、そして外から2番の成田もここは2列並走、そして5番の石井も足を溜めている。さあ、ホームへ戻ってくる。ラスト1周というところ、一気に5番の石井が行った。5番の石井が行く。それに乗っているのは地元の野口だ。地元野口が2番手うまく乗った。そして3番手には3番の土屋という体制で第2コーナーから最終バックへと向かっていく。5番の石井、そして番手ぴったり地元の野口、その3番手今度は追い込んでくるか。さあ、4コーナーへと向かってくる。5番の石井も再度ここは踏み直す。後ろから6番野口も突っ込んでくる。さあ、5番外から6番、直線かわして地元の野口だ。さあ、5番の石井の後ろ、勝負どころ、うまいタイミングでうまく2番手につきました。そして最後は3半過ぎから後ろから追い立てていき、最後直線しっかりと差し切りました。6番の野口、1着通過は6番野口、2着の通過は5番の石井、3着通過はどうやら3番土屋、このような通過の模様です。決定発表がありますまで全ての車券大切にお持ちください。以上、第6レースでした。第6レースをご覧いただきました。野口選手ね、いや、自力と一緒ですよね、あれ。うん、追い上げた感じですぐまくってさ、ね、男としてますからね、練習ね。息子はまくるはずだ。違いましたか。決定、1着6番、2着5番、3着3番。
第6レースの決定放送がありました。1着6番、2着は5番、3着は3番で決まっています。払い戻し金額につきましてはこの後の放送、もうしばらくお待ちください。佐世保競輪第6レースの払い戻し金をお知らせいたします。茶番連勝複式5番6番170円、茶番連勝単式6番5番530円、3連勝複式3番5番6番160円、3連勝単式6番5番3番930円、ワイド5番6番100円、3番6番140円、3番5番130円。以上でございます。さあ、第6レースの決定は改めてご紹介していきます。さあ、番組は続いて第7レースのメンバーの選手紹介が行われます。第7レースもガールズ競輪予選1、2組目になります。メンバーは画面右上でご紹介しています。ご覧の7選手で争われます。さあ、では平尾さん、お仕事でございます。仕事忘れてました。はい、はい、まあ、1番中村ゆかり東京ですね。はい、でまだ顔見せがね、ちょっとカメラアングルが違うんですけど、ちょっと早かったですか。早いんですよね、ちょっとフライング。でもここはね、グランプリのね、尾崎選手からですよね。もう鉄板かなって感じですね。2着探しかなと。で、2着候補がね、中村、この1番下の中村ゆかり東京。はい、で2番のね、田中舞選手千葉っていうのは、こちらちょっと不調でね、コメントも調子が悪いというか、3番の中島さとみ愛知、こっちもね、まあ決勝2着とか、ね、2場所に勝てば決勝になってますね。で4番飯島智子大阪、飯塚ですね、飯塚すいませんちょっと止まりますすいません。で5番矢野照代福岡、すいません。で6番遠峰かな群馬、はい、で7番尾崎美津神奈川ですね。はい、以上の7選手で争われます。まあ、ガールズ競輪の選手紹介はバンク1周回で行われますね。発表予定時刻が6時14分、投票の締め切り時刻6時11分です。それでは第6レースの決定です。1着6番野口のぞみ、2着5番石井貴子、3着は3番土屋樹里で決まりました。払い戻し金です。2車単は6番5番で530円、3連単6番5番3番で930円です。その他の払い戻し金はご覧の通り。